皆さんこんばんは、ジェキーです。本日もインスクリプション続きからやっていきたいと思います。ではコンティニュー。いや、前回ねかなり惜しいとこまで行ったんですが、最後の最後にやられてしまったので、またゼロからなんですけど、やっていきましょうかね、今回こそ。よし、これはバトル。なるほど。これ何のマークだっけ？穴掘りか。ああ、はあ、なるほどね。穴掘りってことは、お、いいね。もやしがいる。で、コヨーテがここに出てくる。まあ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 、一回ここら辺に置いとくか。そんで、狼を出しちゃいたい。どうしよっかな。右側に置いとくか。いや、でもさ、運搬ネズミも出したいよね。なるほど。一回ここに置いて、リス置いちゃって、やべ。ちょっと待って。リスじゃなくてさ、釣り針。使用者の効果、カード1枚奪って自分のものにできる。カードを受け取るには空きスペースが1つ必要だ。なるほどね。まあ、そういうことじゃなくて、運搬ネズミ出してもアイテム3つあるから、意味がないんだよね、多分。まあでも出すか。もやしとリスを生贄に、運搬ネズミを、ここかな。ああ、いけなかった。バトル。で、勝ち。そうか。こんだけ火力出ちゃうと一旦で勝てちゃうな。いいな、でも。素晴らしい。で、こっち側行くと、なるほどね。この彫刻もらえるのはいいんだけど、そっちよりもカードもらって一体強化の方がいいかな。よし。狼と鳥と鹿。狼かな、ここは。よし、やった。狼だ。コヨーテじゃなかった。これは嬉しいな、意外と。飛んで、さあ、何を生贄にするか。これは運搬ネズミだね。で、誰を召喚すると道具をもらえるといいかな。いや、これもやしじゃないか。もやしでしょう。よし、素晴らしい。もやしが強くなっていく。いえ。でも、反抗者が。早えな。ザ・スモークが来た。冷たい霧が一体を覆うにつれ、君は周りの木々が近づくような感覚を受けた。恐ろしい金属音が霧の中から聞こえてきた。あ、何度目か。あ、ってことは、これ金じゃねえんだ。金なんだ。金の匂いだ。なるほどね。お、ロバをしばけば終わり。そうだね、ロバ。で、今回は、なるほど。ロバの前にもやしを置いて、で、リス。何この岩。クソ邪魔じゃん、これ。なんでこんなとこにあんの。じゃあね、狼出しちゃおうかな。で、場所は、コヨーテの前はちょっとやだね。ここに置いとくか。オッ
げで、スモーク置いとこう。よし、バトル。これで、あ、やべえ、一ターンで勝っちゃうと、あ、銀になっちゃう。やべえ、忘れた。やべえ、ミスった。いや、完全に忘れてたわ。金だ。金を出してやったぜ。あ、ここは金なんだ。さっきは金だったのに。ちょっと待って、やっちまったな。そしたら、一枚引いとこう。狼ね。OK。とりあえずもう、このターンはしょうがない。何もすることがない。リスを引くか。リス引いて、あー、ラッキードロー。あーカメムシか。どうしよう。ブラッドハウンドもらっちゃうか。もうもったいねもったいないけど、なんかもうやることないもんな。このカードで勝てる未来があんまり見えないので、どうしようかな。ブラッドハウンド倒せないしな。目取るのもありだな早すぎるかもしんないけど、目を取っちゃうのありだな。目を取ろう。うーわ。ああ。あ、足りてない。足りてない。マジですか。これは想定外。やべえ。そしたら、狼でも次のターンにやられちゃうから、お工場かな。椅子を出して、うわ、自利品だな。もうお工場出して、プレミスじゃない、自ダメージ与える。でリスを引く。で、ヘビに来てもらわないと私は何もできない。よしよしよし。そしたら、カメムシ、あ、両方出すことにはなるな。オオカミを出しちゃう。でカメムシも出しちゃう。でオッケー。うんうんうん、いいんじゃない、勝てそう。あ、勝ったね。オッケー。ギリギリ。やべ、火をもう一度灯れ。灯ってくれ。君の気を引くものはこの中にあるかな。何がもらえるんかな。アメーバ、幼虫、ユラユーリ。ユラユーリか。77はありだな。ユラユーリもらうか。久しぶりにコスト高いやつもらったな。新しい目をもらいたいか。マスターの目くれ。これ、他の目ってどうなんだ。これとかさ特殊すぎて、どうなんでしょうか。マスターの目がやっぱり正解なのかな。一回ちょっと試してみていいかな、この特殊な目。どうなる？おう、気に召したか？あ、特に変わった様子ないな。ズボンの埃を払い、君は旅へ戻ることにした。OK。少し待つがよい。おう、ぬるい感触の水が君の靴に入り込む。蚊の群れが君の周りを飛んでいた。君は湿地帯へ入り込んだ。なるほどね。まあ、いつも通りかな。
そしてタンのカード。うわ、なるほどね。いや、骨の主、ネズミの王がいいかな。ちょっとゆらゆり取っちゃったからさ、このコストは高い気がすんだよな。まあでもどうだ、攻撃力高いのは正義か。やっぱグリズリーもらっとくか。よし。そして何か欲しいのはあるかな。バックは今意味ないんだよな。ってことはもう強制的に右側だな。なんか彫刻もらっとくか。そうしよっか。よし。君は木彫り師と会った。彼女は君を凝視している。長い静寂の後、彼女は彫り物を差し出そうと動き出した。なるほど、狼。これなんだ、守護者。あー、退治する位置に移動するか。いや、狼の頭が欲しいかな。これ以上話すことはなく、木彫り師は去っていった。よし。で、これは、あ、ヘビ。爬虫類が進化する一旦で。マジか。カエル。カエル育つとどうなんだ。やべ、ちょっと興味ある。興味はあるが、アルが一旦で倒したいな。よし。そしたら、狼。こっちの狼だね。よし。これで2ダメージ与えて、このターン1ダメージ食らうが、次で倒せる。どっちにしようかな。うか。お前か。なるほど。今の普通にリスを引いとくべきだったな。ミスったな、完全に。やべ。リス引いて。まあでもカメムシは出せる。コヨーテと、あいつは倒せるね。それでいくか。とりあえずカメムシ出して、リスの母工場。下手な言ってたな、じゃねえよ。いいだろ。いい感じだろ、今。3ダメージ。1枚引いて、どうしようかな。母工場。母工場じゃないな、こっち。うん。こいつを、カメムシを生贄にして、ここに召喚しよう。すると、次のターンで、こいつも倒せる。あ、やべ、大工場倒されんじゃん。ミスった。まあまあまあ、あ、もやしじゃん。いいね。どうしよう、もう勝っちゃうか？いや、貯金したいな。一回、これで勝っちゃって、ゆらゆり。さすがに召喚できない。オッケー。素晴らしい。そして、次、カード。いただきましょう。何がもらえる？お、コエルク。生まれたばかりの幼獣だ。すぐにエルクへと成長する。ネズミの王。これはエルクもらっちゃうかね。そして、キノコか道具。キノコかな。なんか持ってたっけ？ 2 体。2匹の同じ生物が必要だったよな。私たち1人につき1匹だ。なんということだ。君は。被っているカードを持ってないぞ。私たちの生き物を1匹受け取ってくれ。あ、マジで？次回そいつを使うとしよう。何くれんの？お、グラユーリ、グリズリー狼。
え、ゆらゆり合成したらやばくね。1414の怪物が生まれるけど。いや、ありっちゃありか。いや、でもそれまで爆弾を抱えたな。あ、でもここで合成できる。よし、あそこ行こう。で、鳥が守護者か。なるほど。狼とゆらゆりともやし、カワセミコウモリ。あれでもさ、守護者って対峙する位置に行くんだよね。カワセミは潜水してるから貫通するな。あんま意味なさそう。なるほど。そしたらとりあえずでももやしを召喚する。そして狼も召喚しよう。ここだね。で、リス、いや、いっか。とりあえずこのターンは終了。あ、もう勝っちゃった。やべ。一瞬だった。そして、カードをもらう。何がもらえるかな？あー、虫か、爬虫類か、鳥。あー、虫はいらないかな。爬虫類。爬虫類は、なんかカエルとか来ると嫌だから、鳥にしよっかな。ヒメコンドル。なるほど。まあまあいいでしょう。そして、来た。ゆらゆりが、最強になる。君は持ってきたかね。行け！生贄ってなんだ。あれは生贄ではない。あ、生贄って言おうとしたのか。なるほど。持ってきましたよ、生贄。君は、これは見ない方がいいと思う。ああ、ゆらゆり。処理は終わった？やーべ、1414の怪物が生まれた。これは、召喚したら勝ちだ。ああ。え？あっちの巣ガラガラヘビ。なるほど。ガラガラヘビが怖いな。そんで、このターンは狼しか召喚できない。とりあえず、あれ？蜂の巣って、攻撃を受けると蜂が1枚手札に生み出されるんだよね。ってことは攻撃しなきゃいいんじゃないかな。あの場所に置く必要はないもんな。なんて？全然読めねえ。わしをうまく使うのじゃかな。OK。で、3ダメージ。まあまあまあ、いいでしょう。そしたら、リスか、いやー、引いちゃうかな。お前かい。なんか意外と、ピンチな気もするな。いや、普通にリス、使っちゃおうかな。で、ガラガラヘビ倒したいのって、ここに、木工場でいいかな。え、よし、バトル。オッケー。で、狼が倒される。まあまあまあ、ここまでは想定内ですよ。どうしよっかな。リスかな。で、ガラガラヘビが来る。で、倒されちゃうね。ってことは、このターンで、狼にしちゃうのもありだな。どうしようか。OK。で、倒すと。鎖蛇を倒して、また来んのか。やーべ。危な。え、ちょっと待って、これ。意外と、
積んで BC5 5個か。じゃあちょっと足んねえもんな。どうしようかな。これもうフック使うしかないか。こんな場面で使いたくねえな、マジで。いや、でも使わないと負けるからね。ここは手に入れても意味ない。うん。使おう。ガラガラヘビかな。そうだね。ガラガラヘビをもらっちゃって。よし、バトル。いけ。で、鎖ヘビに倒される。そして、私は、こう。ボエルク、負けを認めよう。いっか、別に。いけ。そしたら、試練は今受けてもあんまり、勝ち目がない気がするので、こっちでカードもらおう。なるほどね。カラスかゴキブリかな。カラスでもそんなだな。ゴキブリにしよう。よし、今度こそゴキブリちゃんと使えるかな。前回炎で炙られて死んでしまったんで。あー、でもマジでゴキブリのこの効果を受け継げんのすげえ良さそうだな。よし。この印を持つカードが死ぬとコピーが1枚手札に乱される。これはいい気がすんだよな。いや、でもコエルクの進化がさ、他の味方に移るのはすごいいい気がするね。それも。そうしよっかな。どうしよう。え？ゆらゆり進化する。え、どうなっちゃうんだろう。興味あるけど、多分そこまで持ってけない。まず召喚するのが難しいから、ちょっとさすがにだね。どうしよう。召喚しやすいやつが進化した方がいいね。ってことは、よし、狼にしよう。阻まれた狼。あれを進化する狼に。よし。どうなんだ。でもそんなにあれだよね。多分ルックスとかは変わんないよね。重要キャラは。多分ね。そんで、君は奇怪な形をした巨岩を見つけたかと思ったが、それは狂信の男だった。君は彼に気づかれず進もうとした。いけるか。しかし君の足が金属製のバケツに当たってしまった。何やってんだよ。おい、俺釣り人、お前は魚。違いますよ。アワセミか。なるほど。いやー、狼ね、進化させたいね。よし、わかった。グレートスモークとリスを召喚して、狼を出す。そんで、ゴキブリも出しちゃおうか。オッケー、アタック。これで4ダメージ。ゲイチ食らうが、なるほど。そしたら、とりあえずリス引いて、リス出しちゃって、このターンは、これで勝ち。OK。で、次が、魚釣りの時間だ。こうなるでしょ？そしたら、1枚引いて、ヒメコンドルか。なるほど。なんか、
ゴキブリとリス生贄にしてここに召喚したいなって思ったんだけど、そう来るか。じゃあちょっとゴキブリを生贄に。ゴキブリのような頑固さだ。なんだ？なんて？わしは君を信じなければかな。ほぼほぼ読めないんだけど。まあまあまあ、いいでしょう。これで、バトル。魚釣りの時間だ。魚釣るな。あ、移動しちゃう。やべ。移動しちゃった。あ、で、進化すると3と4になんだ。こんな劇的な進化でもないんだね。あ、もやし。なるほど。もやしですか。オッケー。もやし出して。あ、でも勝ちか、これも。1、2、3。いや、ん？勝ちか。勝ちだ。やった。終わり？あ、終わった。あぶねえ。よかった。よかった。まだ君は死ぬべきではない。そうですね。君の引く、気を引くものはこの中にあるかな？なんでしょう。幼虫、ゆらゆうり、アマルガム。なるほど、これは幼虫かな。よし。君は池を抜け、新鮮な空気を深く吸い込んでから先へ進んだ。うむ、ああ、わかったぞ。なんだ？新鮮な空気による安心感はすぐに骨を震わせるほどの寒気にとって変わった。雪や次第に道を塞ぎつつあったため、君は進路を推測することになった。君は雪線地帯まで登ってきた。また来ましたね、この場所まで。で、ちょっとね、探索。目がね、新しい目だから、なんか変わるかなとか、思ったりしたんだけど。おー、伝説のカメラ。レシーを倒したものだけはそうできた。レシーっていうんだ、あの人。特別な目ではないのかな、今私が持ってる目は。うん。なんか特別な目じゃなさそうなので、やっていきましょう。なんだ、なんか、ちょっと変わった目だったから、なんかあるかなと思ったんだけど。マスターの目以外は普通だね。骨の試練。骨が合計5。体力の試練。合計6。血の試練。どれかな。どっちもいけそうだな。ライフの方が可能性高そうかな。こっちにしましょう。オッケー。体力の試練を始めよう。いけるかな？あ、いったいった。ゆらゆり。14、14で。完全に成功だ。そして、何がもらえる。ビーバー。スズメ。ウジ虫。スズメかビーバーだね。骨の主。なるほど。ムクロ食い。で、ダム建設がついてんだよね。隣接する空いた場所にダムが一枚生み出される。ダムって生贄にできないよね、多分。ちょっと邪魔になりそうな感じするんだけどな。今回骨の仲間が多いからさ、スズメもらっとこうか。なんか使えるはず、多分、スズメは。そして、彫刻師で、下の部分もらおう。木彫り師だった。君は木彫り師と会った。彼女は君を凝視している。長い静寂の後、彼女は彫り物を差し出そうと動き出した。飛ぶか、守るか。飛ぶかな、これ。ああ、でもどうだ。やだな、狼飛ぶの。
なんか前回飛んだせいで敵が倒せなくて積んだんだよな、前。ちょっとやだな。守り？守るか。よし、これでいこう。なんか微妙だけど。いいでしょう。白髪の女性は無言で品物を回収し、その場を去った。OK。ほんで？バトル。お、狼。なるほどね。モグラとヒメコンドル。どうしよっかな。幼虫。幼虫しか出せない。幼虫しか出せないのは、ちょっとやばいかもな。あー、しょうがない。幼虫を端っこに出しとこう。え？あ、まあ、終わり。なんか来たな。どうしよう。リス引いて、ヒメコンドル倒さないと、負け。待って。針を見たい。針って見れない？見れないなんてあんの？マジで見れない。え、3食らったんだよね。ってことは、あと2ダメージで終わんのかな？そうなると、このターンで本当にヒメコンドルを倒さないと負けるよね。サナギは攻撃できないから、そうだね。ってことは、リス引いて、狼召喚するしかない。やーべ。なんかもったいないことしてる気がする。で、こっちとりあえず引いとこう。スズメ。なるほど。スズメか。で、多分、モグラ攻撃しても、狼が攻撃してもモグラが来るので、このターンダメージは与えらんない。で、エルクが1ダメージ与えてきて、で、プラスでカラスの卵が羽化する。で、カラスのダメージも食らうとなると負けるので、負けちゃうので、一個歯を抜いて、おー、やだよ、マジで、この画面。で、あ、でも、うん、狼空飛んで攻撃させっかな。そうすると、3あるから、まだ耐えられるはず。そうしよう。オッケー。狼が浮いて、アタック。よし。カラスとエルクの攻撃。やべえ。どうしよっかな。リスかな。リスだね。で、スズメを召喚するしかない。スズメをどこに召喚する？モグラの前かな。で、スズメをここに召喚。そうすると、コスト的に全然足んないので何もできない。え？あ、負けた。やべえ。いつになれば有力な挑戦者が現れるのだ。いや、マジか。こんなとこで負けちゃうか。ちょっと今回先行きが怪しいんですが、時間がいい感じなので、本日は終わりたいと思います。では、最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた見に来てください。おやすみなさい。